2005年のツールドフランス第20ステージでサーベロ製タイムトライアル用バイク P3C に乗るチーム CSC のイバン・バッソ・サーベロはカナダ・トロントに本拠を置くロードバイクトライアスロン用フレームメーカー1995年にフィル・ホワイトとジェラード・ブルメンにより設立された2012年よりオランダのポンバイシクルズビジネスグループ参加となったサーベロ製のフレームは トライアスロン界で人気だったが、2002年から2008年にかけては、デンマークのプロロードチームである CSC に採用されていた。2009年からは、サーベロが独自のプロフェッショナルコンチネンタルチームであるサー、ベロテストチームを設立し、カルロス・サストレ・アトル・フースホフトなどの著名選手と契約した。サーベロテストチームは2010年に解散、その後は、 UCI プロツアーチームのガーミンサーベロ、チームディメンションデータ、チームサンウェブを経て、2021年より、チームユンボビスマに機材を提供している。サーベロの炭素繊維性フレームは、流体力学に基づいて設計され、S および P シリーズにおける翼断面を採用したフレームを特徴とする。また、サンディエゴのエアスペーステクノロジーセンターでは、 風洞実験も行っている。現在は、空力の S、合成、快適の R、エンデュランスの C、トライアスロン TT 用の P の4種類が存在するが、代理店のサイトでは、すべてがフラッグシップを謳っている。ありがとうございます。